腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。ダイエット効果の高い小豆を使った簡単にできるダイエット法があるんです。もしあなたが一日も早く健康的で綺麗に痩せたいなってお考えでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。簡単小豆茶ダイエット法についてお話します。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこの小豆茶ダイエット法で痩せることができるのでしょうか、そのダイエット効果と、2つ目、痩せる小豆茶の簡単レシピと注意点についてお話しますね。では1つ目の項目です。なぜこの小豆茶ダイエット法で痩せることができるのでしょうかという、痩せるポイント5つあります。1つ目です。あなたの腸内環境を整える効果があるからなんですね。健康的で綺麗に痩せたければ腸内細菌たちがすごく大事です。そこで痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちの大好物の餌となるのはこの小豆になるんですね。そうすることであなたはどんどんと根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができるんです。そして2つ目です。脂肪の蓄積を抑える効果があります。サポニンという成分が豊富なこの小豆茶は脂肪の蓄積をこう抑えてくれる効果が高いんですね。ですのでこの小豆茶の効果を使ってどんどん溜まる脂肪をしっかりとね、これ以上溜め込まないようにしていきましょう。3つ目です。中性脂肪やコレステロール値をね、抑えてくれる効果もあるのがこの小豆なんですね。これもすごく大事です。もしもあなたが健康診断ね、こういった数値がね、高いですよって先生から言われて気にしてらっしゃる方は、ぜひ小豆茶ダイエットを始めていきましょう。そして4つ目、むくみ改善効果もあります。やはりむくんでいるとですね、見た目がすっきりしていないわけですから非常に良くないんですね。でむくんでるっていうことはあなたの体の隅々にちゃんと酸素と栄養がいってないわけです。滞ってしまって、しっかりとそういった血液とかリンパ液、体液が隅々まで巡るようにするためにはむくんでいてはいけません。そこでしっかりとこの小豆茶ダイエット法でむくみを改善していきましょう。5つ目、代謝が上がります。やっぱり小豆ってすごいパワーがあるんですよね。デトックス効果が高いので、やっぱり老廃物溜め込んだままだといくら頑張っても代謝が上がらず太ってしまいます。そこでしっかりとこの小豆茶を使うことで代謝を上げて、結果燃えやすい体を作っていきましょう。ではここから2つ目の項目です。簡単できる小豆茶の作り方、そして飲み方注意点についてお話します。まずは材料、そして作り方、痩せる飲み方の順番でお伝えしますね。材料です。小豆茶はね、作れます。もちろん市販のね、小豆茶のティーパック購入されてもいいんですが、ご自分で簡単に作れますから、今回は手作りの小豆茶ご紹介します。作りやすい量で決めました。小豆大さじ4イコール 60g、 そしてお水 800cc、 たった材料2つだけでできます。そして材料選びなんですけれども、必ずこういったね、ちょっと光って見えにくいでしょうか、北海道産の小豆、要はね、国産の小豆を選びましょう。そしてお水もこういった天然水を使ってくださいね。ではここから作り方になります。先ほどご紹介した国産の小豆をですね、ご準備いただいて水洗いしてください。軽くね、さっとざるにあげて水気をしっかり切る。そしてその後キッチンペーパーでさらにしっかりと拭いてあげてください。2つ目、鍋に先ほど洗っておいて水気を切ったこの小豆を入れていただいて、で中火でね、だいたい8分から10分こういっていただいて、香ばしい香りがしてきたらそこで一旦火を止めてください。で3つ目、先ほどいったこの小豆のね、鍋に天然水加えましょう。でそこで弱火をつけていただいて20分から30分こうグツグツ煮出していただいて、色が出たら完成なんですね。でそのままっていうよりはちゃんとザルにこして完成です。で残った小豆はあんこにしたりとか、サラダに混ぜたり、スープに入れたり、お味噌汁、もういろんな風にアレンジができますので、残った小豆はアレンジでお料理に回してあげてくださいね。ではここから痩せる飲み方と注意点についてお話します。もう絶対に小豆茶ホットで飲んでください。
ここで間違ってもですね、冷蔵庫でキンキンに冷やしたのをグビグビなんて飲んじゃうと腸が一気に冷えて逆に代謝が落ちて太ります。ですから常日頃から冷たい飲み物食べ物は注意してあげてくださいね。お体が喜びます。そしてね、1日だいたい一気飲みせずに 2,3 杯に分けてこまめに飲むことがポイントです。一度に吸収はできません。ですからちょこちょことね、こまめに分けて飲んでください。そして保存方法です。一気に飲めない方はですね、まあ、もちろん一気に飲めませんよね、 800cc も。なので冷蔵庫に入れていただいて、まあ、遅くても 2,3 日以内には完全に飲み切るようにしてください。でここで一旦冷やしてしまってますから、ちゃんとコップに移して常温に戻すか、レンジでちょっと軽く温めて飲んでいただきますと大丈夫です。さあ、いかがだったでしょうか。今回はダイエット効果の高い小豆を使った簡単できる手作りの小豆茶ダイエット本をお伝えしました。これも体質改善ですから、ぜひですね、ちゃんと毎日小分けにちょこちょこ飲んでいただいて 3,4 ヶ月ぐらいは続けてみてくださいね。効果が出てきます。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際ね飲んでみたコメントなどなどいただけるととっても励みになります。それでは次回の動画でお会いしましょう。